今日からイベントオールスターズは、エクセレント記念に突入だ。準備はいいか？こっちは大丈夫だ。出は参りましょう。その前に運試しのニャンコガチャ。仕事効率出るといいな。もうわがままでいいよね。今は鳥はいりません。このままだと明日の大狂乱やばいな。ランクが一つ上がりましたとさ。キャッツアイをできるだけ集めないといけませんね。超激強化するのは早すぎるよな。パーフェクトですかね。にゃんこフォーチャージ。悪くはないんだけど目的に沿わないな。この際猫缶で統率力を回復して、にゃんチケを集めるのは、かなり非合理的になるが、それでも攻略に使えるなら、報酬を取りに行こうぜ。いや参ったなぁ。こんなものだろ。日記風にして楽した方がいいんじゃないか。考えておきます。では攻略にはニャンコフォーチャージ時間短縮で、エクセレント記念に行きます。速攻できる人はできますが、私の手持ちじゃ無理です。狂乱のキリンを2体出して、カボチャを倒しつつお金集め。だがクジラも出すんだよな。万が一ってこともありますから。まあ無理だってことはわかってるので、ここで働き猫のレベルを上げておきましょう。ライオンだったら移動速度が速くなるから、だいぶ違うんだろうな。でも攻撃力自体は変わらなかったような。にゃんこフォーチャージを速くするコンボはないので、普通はおしまい。吹っ飛ばされてたおかげで生き残ったな。再びクジラを出してワンスキンを倒しながらクリティカル狙い。まあ間に合わないんですけど、狂乱のレベルを上げるには、ランクを思いっきり上げないと無理だから、今回は星さんは絶望的だな。でもまあもうちょっと考えてみるよ。ドバッとを引き寄せるために、壁と大狂乱の向き足でストップ。波動でワンスキンを倒します。キャットマンは出さないのか。もうちょっと数を貯めて、できれば眉毛伯爵が近づくまで粘ります。あんまり前に出るとメガニャンコの餌食になるため、できるだけニャンコ城の近くで倒していきます。確実に倒すために引きつけるわけか。前に出させないための対策です。そろそろいいでしょうか。引きつけてダディの方を出します。星1なら1発で倒せるはず。もちろん眉毛は無理ですけど、こうやって眉毛伯爵3体、ドバッと40体倒していきます。全滅させなきゃ無理なのか。あいにく速攻できる方法がないもので、キャットマンがやられたら、他の大型を1体ずつ出していきます。単調な作業なので倍速します。眉毛に気をつけながら、壁とクジラ、向き足で削っていきます。はっきり言ってイベントオールスターズ、日にちが変わるごとに難易度高いな。でも方法はあるはずなので、探しながら攻略を続けましょう。派手にやられるな。そのための順番性です。倒さないといけない数は正直言って多いので、速攻できないなら殲滅しかありません。こちらが苦戦してるようなんだが、そりゃあそうなりますよ。普通数が多い場合全部相手にするほど下策はあったものではありません。でもできない以上選択はこれになります。さあ眉毛伯爵を倒しました。まだ来るぜ。では、大型で一気にとどめです。2体出していいのか。もう大型の役目は終わりました。あとはキリンを出してメガニャンコを倒します。城を破壊するのに使えると思うんだが。じゃあこのまま活用しましょう。キリンに頑張ってもらいボスを倒します。できるのか。体力は247なので、前半に削っておいたから間に合うでしょう。無理だったみたいだな。まあやれることはまだありますので、キリンを出して削っていきます。それと淡い期待のクリティカル。見かけ倒しでも、こっちの戦力は弱っちいから、かなり苦しいぜ。まだ時間かかりそうなので、倍速します。倒したのを確認したら、再び倍速。まあ手抜きですね。攻略完了しました。経験値ドロップはなし。どんどん落ちなくなってきてるな。またの機会を考えましょう。本日の成果は、計
経験値を集めるのに苦心していきます。強くしていかなきゃ攻略は難しいもんな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。明日は大狂乱の島。かなり無謀な気がする。